こいつでいいわ。気づかれた？あ、気づかれた、気づかれた。気づかれた、気づかれた。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。気づかれた、気づかれた。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、昨日の続きやっていきましょうか。荷物整理はもうバッチリ終わりましたね。はい、まあ終わってないな。ミミズ持ってた。終わってなかったわ。ミミズ持ってるわ。ミミズいらねえ。花は、あ、そうか。さっきね、ちょっと、時間が、クラフト待ってる間に、また土をね、ちょっと掘ってたんですよね。そのおかげでミミズ取っちゃったんですね、多分ね。はい。ちょっと粘土いらないな。粘土どこだっけ？粘土ここか。ここ。粘土ここ。はい。ということで、やっていきましょうか。まあ、その前にですね、どれだ、これだ。これ、生卵収集する。生卵じゃねえや。卵を収集するが、卵20個溜まったんで、これ。これね、ダウン。そしてこれもあるんで、ダウン。はい、来た。ベーコンエッグをクラフトする。グリルド。この辺はスキルを覚えないとできないんじゃなかったっけ？できないんじゃなかったっけ？ベーコンエッグぐらいは作れんのか？あ、作れるわ。ベーコンエッグぐらいは作れないわ。やっぱ覚えない。あ、ここにやんなきゃダメだね。ベーコンエッグ。あ、ベーコンエッグ作れる。グリルド。白身肉。グリルド白身肉。前も作んなかったこれ。5個。5個も作るの？はい。これでクリア。まあ言ってね、まだパート2だからね。あ、でね、これやっぱり見てなきゃいけないみたい。これ、見てないとね、ダメ。そこ、レイブンハウスと一緒。レイブンハウスと一緒ですね。見てなきゃいけないみたいですね。クラフトするの場合だけね。入手するとかだったら全然いいけど、収集するか。収集するとかならいいけど、クラフトするはやっぱり見てなきゃいけないみたいね。ちょっと待って、ベーコンエッグ。あ、ベーコンエッグ、10個も作るんだ、これ。10個無理じゃね？ 7 だよ。ちょ、待って。ベーコンエッグは、ちょ、待ってね。ベーコンエッグは、1個あたり卵2個使うでしょ？あ、そうか。20個あったら、ちょ、待って。何でなくなったの？あ、白身肉がないのか。これがないのか。そうか、そうか。だから、20個取ってれば、作れるはずなんだ。はいはいはい。じゃあちょっとこれ見てなきゃいけないんで見てましょうか。早送りで早送りでね。はい、できました。やっとできた。次何になったの？秋のキリン草を収集する。菊を収集する。お湯を収集する。あー、ドリンク作れって話かな。これはね、持ってる。めちゃめちゃ持ってる。72も持ってるよ。秋のキリン草を菊作っちゃったね。違う。秋のキリン草。あ、秋のキリン草はね、もう作っちゃったんだよね、これ。そうだ。で、お湯20個。はい。まあ、その辺にいっぱい生えてるからね、ちょっと取りに行こうか。ね、そこら辺に、このモッドはさ、花いっぱい咲いてんだよね、ほんと。いろんなところに。ほらね、10個ぐらいすぐでしょ、こんなの。すぐだよ、10個ぐらい。いっぱい、もうこんないらねえよっていうぐらい、逆に重くなるからやめてくれって言いたくなるぐらいね、もう草生え、花生えてるからね。なんぼ？あ、売った？秋のキリン草茶をクラフトする。紅茶をクラフトする。あ、オッケー。ちょっと待って、これも見てなきゃ。ちょ、落ちた。よいしょ。よいしょ。あー、遅い。スタミナがないから遅い。スタミナ回復して。はい、オッケー。よいしょ。お茶重々か。これも見てなきゃいけないのかな。これも見てんのしんどいね。よいしょ。これか。はい。はい。まあ見てましょうか。まあカットだね。カットね。よっしゃ、できた。さあ次は。え？え？ダクトテープを収集する。ちょ、待って。急にご飯から遠のいた。急にご飯から遠のいたぞ。ダクトテープを収集する。ダクトテープ、はい。あれ
ダクトテープ、はい。で木材を収集する、木材、はい。で歯切れを収集する、歯切れ歯切れ、アロエクリームを収集する、アロエクリーム、アロエクリーム多い。あ、じゃあこっちがアロエクリームだ。あ、こっちだ。アロエクリーム作んなきゃいけないんだ。マジマジか。アロエクリーム作んなきゃいけないんだ。ちょっと待って、アロエクリーム何個でできるの。結構な、4個。あ、マジ3個しかできない。25もいるの。ちょっと待って、今俺5個しかないから、ちょ待って、アロエ取ってくるか。アロエ取ってくるか。包帯25収集だって、めっちゃ収集するじゃん。何をそんなに作らせるつもりでいるんだ。アロエはさ、いろんなところに確かに生えてるけど、そんないっぱい探すの大変なんでいっぱい探すの大変だからさ、それはさすがにね。ちょっとなんかやりながら行こうか。なんだっけなんだっけ、これやりに行こうか。これね、これ昨日行ったあのショッピングセンター、あそこだったら25人ぐらいいるんで、余裕で。敵がね、あそこいっぱいいるからね、マジでめちゃめちゃいるからね。あそこダークネスホールズでね、うちの近所にありましたけど古い、何年前、2年ぐらい前だけどね、ダークネスホールズでやってたのね。だいぶ前だけどさ、まあでも覚えてるよ、敵がいっぱいいたのは。うん、スタミナない、スタミナと。ビール飲むか。ビールじゃねえや、コーヒー。あ、コーヒーも置いてきちゃったコーヒー必要だよね、やっぱね。ビールでもいいけど。よし、ここなんだっけ。あ、ここは、そっか。ああね、ここでも25人ぐらいいそうだけどね。アロエクリームはちなみに巣じゃ作れないのか。巣で作れるじゃん、これ。いきなりいけるじゃん、これで。5個。これで5個できました。はい。まあ、この調子で作っていこう。アロエクリームね。25個って、で、しかも包帯も25個作れて出てなかった、今。ねえ。そんな包帯作んの？そんないるの？いるか。まあ、いるか。なんだかんだで25ぐらい使うか。巣の包帯あんま使わないけどね。巣の包帯はね。うん。救急包帯とかだったらね。まあまあ、累計したらもっと25ぐらい余裕で使ってるだろうけど。ね、これ、条件が、ライフルでもいいんで、ライフルでもいいんで、これでもいいんだよね、結局ね。よし。だいたいどこにいるかなんとなく覚えてるんだよね。こっちから回ってこうか。あ、こっちから回ってきますか。その辺にいるんだよね、多分ね。いない？これの物陰に隠れてんだよね。あ、いる？あ、犬湧いた。犬湧きましたね。あ、くそ。あ、それあれに当たってる。ちょ、待って、じゃあこいつ先やるか。あ、こいつも見えない位置にいるな。こっち行くと別のやつが湧く。あ、そこに隠れてる。もう、見事にあ、そこにもいる。ヘルメット。くそ。よっしゃ。こいつもやっとくか。これでもカウントされてるよね。よし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 。そして、この裏にもいたりしない。いないか。これ犬。はい、犬。犬がカウントされないのか。犬もされてる？はい、6体。あ、OK かな？ OK かな？もういないね。こっちに、あの扉の中にまたいるんだよね。そしてこの辺にもまだいるはず。走ってきたかな？こっちにはいないよね。あ、いたいたいた。気づかれたか。扉の中にいるんだよね。あ、いるいるいる。ヘビいるの？ヘビいるんすか？
やばい、蛇がいる。蛇がいるわ。蛇はまあこれでいいか。殴るか。よっしゃ。OK。蛇 OK。よし。ここ、あ、まあまあ、こっちのやつを先やるか。こっちのやつ先やりましょうか。そこまだいるでしょ、これね。あいつは死んだんで、こいつ死んでないやろ。はい。そして、受付嬢も倒していきたいところですが、受付嬢見えないか？受付嬢見えない。ああ、いた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 。こいつ、お前堂々と道の真ん中に座ってるけども。気づいた？気づかないね。ああ、こいつ隠れてるな。ああ、ですよね。よっしゃ。無理やり、無理やりこの近距離を8スコで撃っていく。で、この裏にもいるはず。あと何人？あ、まだいっぱいいるな。この裏にもいるはず。それやばいな。これでいくか。連射するか。この裏にもいるでしょ、多分。この辺にも。あれ、いない？いると思うんだけどね。花出てる。花見えてるけど。あれ、いたような気がするけどな。この辺に軍人さんいたと思うんだけどね。軍人さん。いないか。走ってきたか、もうすでに。すでに走ってきちゃいましたか。あー、ちょっとこの中見るか。この中漁りましょうか。あ、空だ。ああ、マグナムエンフォーサー。おもちゃいっぱい入ってたけど。ああ、弾。ちょっとなんかいまいちだったな。これ何？あ、5ミリ弾か。あとおもちゃ。マグナムエンフォーサー。ぐらいか。あ、しょぼい。しょぼかった。犬来た。犬来たぞ。出るか。ちょ、出る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 。走ってる走ってる、もう走ってるよ。まあこれでも倒したって別にね、カウントされるんでね。あ、避けた。OK かな。あと7人。ちょっと待って、このゴミ箱とかさ、漁ってなくない？よし。こいつちょっと油ゲットで、こっち行ったらまたいるんだよね。こっち行ったらまたいるんですよね。ヘビ来た。ヘビ来たわ。当たった。こっち行ったらまたいるんだよね、これね。どこにいるかな。またヘビ来た。この棚の裏とかにいたような気がするけどね。あ、いたいた、犬がいるわ。あ、来た来た来た。で、でだ。こいつは死なないかな、これ。死んだか。遠距離ダメージ100あるんだよね、一応ね。この棚の裏にまだいるような気がするな。いないかな。あの、車のところにはいた。やっぱりいた。やっぱりいた。いると思った。よっしゃ。OK。ちょっと待って。これザクザクするか。とりあえず。とりあえずザクっといて、こいつもザクっといて、これも、あれ？そいつも、そいつも行きたいところだが、こいつも、もういないかな？もういない。このなんか、この植木鉢の向こう側にも誰かいそうだけどね。
あとここのカウンターにもいるんじゃない？いないか。あ、いないな。この裏とかに誰かいそうだけどね。いない？あ、いないね。サボテン。こことかさ。あ、いないね。もう終わったか。制圧したか。あ、制圧したかも。制圧したかも。したかも。待って、あと一人じゃん。惜しいね。エレベーターアウトオブオーダー。入れない。あ、そうか。エレベーターもうなくなったんだよね。そういえばね。ハッチエレベーターが多分ついてたんですけど、なくなったからね。使えなくなったんだ。上に行くと、まためちゃめちゃいるんですけど、一人だけ倒せないかな。一人でいいんだよ。湧いた？一人でいいんだが。いや、くそ。見えない。見えないところにいる。見えない。見えないところにいるじゃないか。せこいな。あ、いた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 。いじめ発見。よし、こいつでいいや。こいつでいいわ。気づかれた？あ、気づかれた、気づかれた。気づかれた、気づかれた。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。気づかれた、逃げろ。うわぁ、走ってきた。え？そっちにもいんの？あ、飛び降りるか。飛び降りる系か。飛び降りたか。飛び降りんなよ、お前ら。あそこにもいるわ。お前も飛び降りだな。もう飛びみんな続々飛び降りてくるんだけど、身投げはやめましょう。身投げはね。落ち着いた？落ち着いてないね。落ち着いてないな。落ち着けお前たち。まあでもまたヘビいる。まあでもクリアしましたね。とりあえずね、クラスソルジャークラス、ソルジャークラスクリアです。どこ？あそこか。ソルジャークラス完遂しましたね、これでね。あの辺叩いてるやついるけど。あ、壊れた。そう。まずい。故障するからね、速攻でね、これね。品質1なんで。よし、ここちょっとあさりたいけど、下から行きましょうか。ここまあまあいろんなもんあるからね、ここね。マジで。よし、じゃあ順番に行きましょうか。順番に。これ回されるでしょ？あ、これあされない。生きてんだ、これ。使えるんだ、それ。この中のやつも回されるんだよね、実はね。ただ開けんのめんどくさいからあれですけど。自販機生きてるわ。生きてるね。これね、本当に地雷なんだよね、これね。これも本当にこれね、使えるんだよね、これ。まあただ懐中電灯乗っかってる。トラップ、ね、これ開かない。開くんか。あ、クラスなんだっけ。フラグメント、ソルジャー。これを5枚集めるのって結構。あ、また入ってた。なんだこれ。テクニシャンだ。やったね。ただ5枚集めるの結構大変だよね、これね。そんなにいっぱい入ってないからさ、いろんなとこに。ガンロッカー開けるか。はい、オープン。マークスマンライフル。タクチカ、あ、品質2だ、これ。品質2の方がいいんじゃない？49。あ、こっちの方がいい。全然いい、こっちの方が。スコープ抜いて、2。2にしよう。2をつけとこう。53か。いいね。いいね、いいね、いいね。でも1個しかつかないよね。もう一回見てみる。1個しかつかないよね。1個だよね。2個つけたいね。そうすると角マガとかもつけられるんだけどね。何発入る？26か。さっきよりだいぶ少ないな。さっき30何発入ってたんじゃない？これ。
これ33だもんね、これだいぶ少ないな。そう考えるとだいぶ少ないな。まあいいか、こっちも開けましょうか。早いだー、よいしょ。墓守り、墓守り、墓守りはでもつけた方がいいよね、どう考えてもね。無双スコップにつけるか。無双スコップに、無双スコップ、無双、あ、品質4だもんねこれね、あんまつかないわな。よし、ということでここのウォールセーブも開けるか。金庫開けまくってるね、開けまくっていこう。よっしゃー、はい、お金お金かよ、金か。金はあんまり欲してないんだがな。まあこの辺のところにも武器が入ってることを祈ろう。じゃん、はい、なんでクール&メッシュだっけ、クールメッシュだっけ。じゃん、マグナムの品質6だって、すごいね。遠距離ダメージ100だこれ。おお、まあ使えるかもね。あ、ここも開けるか。よっしゃー、あ、だんだんしょぼくなってくるね。ここ開かないの、あ、これ開かないんだ。このおっちゃんの絵はねもう持ってるからいらないかな。違う人の絵ならもらって帰るけど。おっと、マークスマンライフル、マークスマンライフルはぶっちゃけ使わないんだよね俺ね。使う人もね、あの好んで使う人もいるでしょうけど、私はねぶっちゃけ使わないんですよね。強いけどね。これなんかおかしくない？開いてんのか、開いてるんだ角のやつが。へえ、はい、レジレジ、まあそんなもんか、そんなもんですね。こっちはお薬、あ、クラス、サバイバリスト、サバイバリスト今やってるやつですね。あの、なんだっけ、アロエ集めろみたいな、アロエクリーム集めろってやつですね。ここ美味しいよね、これだけね、薬があるとね。ただまあ、いや、でもいいの出たね、アンチバイオティクスとか出たね。薬棚、ここにもあるんだよね。ここね、これ硬いんだっけ、2000か。まあ硬いっちゃ硬いな。まあいいか。ここにアロエ咲いてないの？あ、咲いてないね。咲いてないんだ、ここには。あ、そう。はい。はい。もう分解しちゃうか。な、この世界ではね、あ、これがあるからね。この石ころが出る。ん？ダメージ食らってるね。石ころが出るってことは、復活するってことだよ、多分。あ、車だ、これ。あ、これしょぼいな、この車。車しょぼいな。あ、これもダメージ食らってる。なぜか、謎に。で、ここは何もなかったんで、こっちか。ご飯は、まあ、あんま必要じゃないけど、一応。じゃん、はい。じゃん。ご飯はね、余ってるといえば余ってるからね。全然困ってないけど。なんか変わったもん出ないかな。変わったもの。あ、こういう、そう、パイとかさ。変わったものなら欲しいな。じゃん。はい。もうその辺、普通だな。普通ですな。じゃん。はい。はい。これ開いてる。まな板、まな板拾った。まな板、まな板、リンゴの皿。あ、リンゴめっちゃ入ってた。レベルアップした。え、これ漁れないの？あ、そう。これ漁れルートじゃないんだ、これ。これグリル？調理グリル。まな板って何に使うの？まな板って何に使うの？調理テーブルにセットか。調理テーブル。なんだ、調理テーブルってのがあんの？何に調理テーブルって出してみる？調理。これ？あ、これだ、調理テーブル。へえ、サンドイッチなど料理がクラフト可能になります。あ、サバイバリストクラス限定。ああ、そうなのね。そういうことか。サバイバリストの人だけが使えるのね。はあはあはあ、はいはいはい
はい、以上。このリンゴ美味しいね、これね。14だって美味しい。これうまい。以上かな。1回以上ですかね。まあ上に来てもいいけど、ちょっと待って。荷物もね、荷物満載だね。じゃあ今日はこの辺にしようと。そこの車漁ってないか。この車漁ってないか。ああ、釜。あ、もう取れない、ひょっとして。あ、もう取れないわ。これはまあ分解だね。鉛ペニー、真鍮ペニー。これタングステンでしょ。これで取れる、一応。これもバラす。バラしていく？バラしていきますか。取れた、ちゃんと。ああ、取れてないね。エンジン落とした。じゃあエンジン欲しいな。なんか食っちゃうか。お腹空いてる？パスタ缶食っちゃうか。で、カンカン出るけど、カンカン出なかった。出なかったね。よし、帰ろう。帰りましょう。はい、ということで、まあ今日はこの辺しときましょうか。ね、あと何？あ、そうだ、アロエか。アロエクリームを25個か。アロエクリーム25ね。それなかなかきついね。それこはなかなかきついぞ。アロエなんていっぱい生えてるけどね、一応ね、こうやってね、取れないんじゃないか。取れるか、あんま持ってるから取れるか。何個で、何個、4だっけ。4で1か。4で1ね。まあ、こう取りながら帰るか。うん、ということで。じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。明日また続きをやっていきましょうかね。明日アロエクリームからかな。アロエクリーム取っとくか。アロエクリーム取っときますね。ちょっとね、明日までに、宿題でやっときます、アロエクリーム。で、アロエクリーム終わったら、多分、そのサバイバリストも終わるでしょう。ね。サバイバリストのクエストも終わるはずなんで、あとはもう本当にクラス、なんだっけ、クラスペーパー。クラスペーパー？あれを集めるだけだよね。これほら。あれ？これあそこのハッチの、ここのハッチかなと思ってたけど、違うのか、これ。このさ、このハッチの建物を、ハッチの建物、こんな上まであんの？こんな上まで建物あるんだ。知らなかった。え？まあいいか。まあいいわ。はい。ということで、まあやっときましょう。ぼちぼち。結構集まった？ 16。16でもこれ4で1だから4しかいかない。4しかいかないわ。4、12か。まあまあ、でもそんなにいけなくはないな。そんなに大変でもないかも。とう。はい、ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。